今からちょっとトークショーという名のですね、バスケの時間でございまして、平日のね、ゲストもなかなかない方、2時間のステージということで、せっかくなので、ここでね、1年間、フルに頑張ってくれたチアドラゴンと振り返ってみようということでね、簡単ですけども、トークをやっていこうと思うんですが、私が、ね、語るのもなんなので、語ってもらうべき2人に、ね、登場してもらおうと思います。それでは拍手をお願いします。チューリドラゴンズの水野さん、そして振付担当の内先生です。どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、改めまして、ステージはね、もう有名な、超有名な2人なんですけれどもね、知らない方もいますからね、簡単ですが自己紹介の方お願いします。今更自己紹介、びっくりしました。ドラゴンズの企画部のチアドラゴンの担当もしております、水野と申します。もう ありがとうございます。はい、もう終わりと言います。ありがとうございます。はい、以上でございます。振り付け担当してます、内恵梨香です。よろしくお願いします。はい、というふうに、メンバーでお送りしたいと思いますけどね、座りましょうか。はい、ね、あまり、はい、これ今なんか打ち合わせしてるようにしてますけど、ほとんど打ち合わせしてないものですからね、いつもね、気楽にやりたいと思うんですけどね。まあ2014年度のチアドラゴンズもね、今日が公式戦は最後と、そうですね、ですね、ということで、1年間って言っても、まあ、実際は半年なんですけども、メンバーが選ばれてね、今日までどんなことがあったのか、なんとなくざっくりざっくりと、探っていきたいなと思うんですけども、最初にね、ちょっと、まあ、2014年度のね、今先ほど全員、今日全員出ましたけども、チアのメンバー選ぶのにオーディションというのが毎年行われているんですけれども、オーディション時のね、ことをちょっと聞いてみたいなと思うんですが、今年お二人も多分結構不安だったんじゃないかなと思うんですよね。というのは去年収録メンバーだったね、まあ、メンバーここにいる方知ってると思うんですけど、リカちゃんとかユマちゃんとかね、リホちゃんに、カヨネに、アンズにみたいな、結構主力でやってたメンバーがごそっと抜けちゃって。そうですね、抜けちゃって。ですよね。で、オーディションを迎えた時に、正直、まあ、オーディション審査お二人ともやられてるんですけどね、みんな率直な意見としてもうぶっちゃけでいいんですけど、どんな感じだったかなと思って。いや、まずね、書類審査からあるんですね、はい、年末からもう募集しましてね、その時点では、まあ、毎年のような感じで、非常にたくさんの、ね、方に応募いただいたんですが、はい、まあ、中にはすごい方もいまして、すごい方、気になりますね、すごい方、踊れないんだけどみたいなね、踊れたんですけど、まあ、その辺は踊れないとどうしようもないですから、そこは、まあ、なんとなく精査しました、はい、その後、まあ、内先生が登場なんですけどね、はい、いかがでした？今年ですか？はい、まあ、正直な人ですよ。正直、はい、正直、言葉に困っておりますもう最後なんですね、っていう感じでした。あ、本当に、うん、そういう感じ、困ったなみたいな、どうしようかな、うん、それはレベルが高いところで困ったなというところですね。そうなんですよ、はい、そうですね、強引に行きましたけど、どうしようもない状況になっちゃいますからね。まあ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 、まあ、最後なんでね、言いたいこと言っちゃっても大丈夫です、ね、最後にうまくまとめますから大丈夫です大丈夫ですよ、ね、本音でいきたいと思います。まあ、そんな感じでオーディション、今年も毎年なんですけど、めちゃめちゃ多いんですよね、募集で応募される方が。そうですね、書類でしたら100以上はもう優勝になりました。全国から本当に応募いただいて、ね、そうです ね、今年比較的にでもこの地元の愛知県、三重県、岐阜県の方が多かったんですが、本当に東京とか、ね、ね、東京、大阪、大阪、はい、徳島とかありましたね、徳島、はい、本当に全国から。そうなんですよ、ね、結構チアドラゴンズってやっぱりそういうダンスをやってる子たちからすると結構目指すところなんですけど、私はでもそういう風になっていってほしいなっていう思いがすごい強くて、でも徐々に徐々にですが、そういう風になっていってますよね。もう内先生が現役の頃に比べると、あ、知名度といいね、人気といいのどんどん上がってきてますよね、実際のところ。だから余計にこうみんながテーマパークとか、あと本当いろんなところに行きたいっていうところの一つに、野球のチアを目指すっていう風にしていきたいとすごく思っているので、ね、だから気合いも入るし、まあ、選ぶのに、そうですね、
まあ、野球のチアといって、まあ、全国にね球団あって、うん、チアほとんどの球団が持っているんですけどね、その中でも一番目指すところになってほしいなと思いますよね。でも応募してきた中では全くドラゴンズ知らないんだけど結構いました。いますよね。とにかく踊りが好きなので、ね、でもそういう子はね、あの結局ここに来てドラゴンズ大好きになったって言って、まあ、そうそう増やしていいよね。はい、営業的にはいいかな。ですよね。まあ、それよくあるあのドアラが大好きでドラゴンズはさっぱり知りませんみたいなのと一緒で、ね、女の子は実際グラウンドで野球ができるわけではないので、うん、ね、あの目指すことプロの球団に入るということでいいんじゃないかなと思います ね。そういう目標がきっかけはそれですごくいいと思います。私は、うん、と思いますね、うん、で、まあ、あのそのオーディションでね勝ち上がった、精鋭たちなんですけどね、はい、実際あの2月3月っていうのがあのレッスンがねもう毎日のようにぎっしりやるんですよね。開幕に向けてめちゃくちゃハードな練習があるんですが、その練習のところでなんかあのエピソードなんかがあればいいんですけど。そうですね、内先生はほとんど毎日っていうか絶対全部やってましたね、はいはいはい、私も追い込まれてますからそうですね。顔つきが全然今と違って鬼のような顔をしてました。、はい、たまに今でも怖いです、この辺怖いです。まあでも本当に2月、3月は毎日ですね。そうですね、毎日、はい、多い時は6時間ぶっ通して練習したりもね、はい、ありまして大丈夫かなと思ってるんですけどね。まあさすがに最初からなかなか今みたいにいかないじゃないですか。いかない、ね、最初はまああの徐々にじゃない。いきなりこの今ね例えばもう完成したものをしっかり見てとか、うん、そこのメンバーの中に入ってっていうんだったらきっと早いと思うんですけどね、うん、あの振りをつけながら、みんなもまだ振りが危うくやなまま、うん、ね先生がこうどんどん振りをつけていくのをついていくっていう感じでやってるもんですから、そうそうそう、ついてこれなくなっちゃう、そんな子もいつもいるんですよね。いますね。やっぱ1年目の子が大体もう全部新しい振りをどんどん入れてかれるので、うん、かなりパニックになってるのと、ね、あと振りがごちゃごちゃになって違う振りが出てきたりとかして結構大変なんですよ。そうそう、振りといえばね、僕ある時内先生に言ったんですけど、内先生の振りって結構ね、自分も言ってましたけどね、変なところがあってですね、僕ずっと見てて気づいて、例えば右上左上の後、今度右下に来たら左下に普通来ると思うじゃないですか。こう来てこう来てこう来たら次なぜかこっち行っちゃったりねとか、こうなったやつがこうなったりとか、なんか先生が前一回ね、ウッチの振りってなんかちょっと変なとこあるよねって話にしたら、裏切るのが好きとか言ってましたよね。そうですね、あのパターンが嫌いなんですよ。パターンがね、性格出てますね。そうですね。繰り返しとかパターンとか、あ、右来た今度左だなっていうのが嫌いなので、うん、なるほど、はっきり言いますね。今のオープニングのダンスなんかでもそういうのね、そういうところで見ると結構随所にあるんですよね、うん、なんでちょっとあの期待を裏切るというか、あ、次右でしょみたいな、次左ですみたいな、そういうのが、なるほど、見てると多分楽しいし、うん、あと踊ってる子も同じパターンだとつまんないので、なるほど、まあいい風にまとめましたね。まあそうですね、性格そのまんまというか、はい、ひどいです。いやまあもう目指してね、次のお題に行ってください。いやでもね、あの一番これだけエピソードでこれだけちょっと言いたかったんですけど、はい、あの最後ステージが全部ダンスが完成して3月の末ぐらいでしたかね、中、あ、中言っちゃいけない、場所言っちゃいけない、某練習場で、最後出来上がったってことでチアドラのメンバーが先生これ見てって出来上がったってことで完成して踊り切った瞬間、もう内先生の目から涙がわわわわわ、それこの間も言いましたよね。いいんです、何度言っても聞けない人もいますから。鬼の目にもなんとかって、ね、まあまあそれはそういうのがあるらしい。鬼のイメージつけないで。それを見てもらい泣きしたっていうのもありましたけど、あ、まあ、水野さんももらい泣きしたっていう、そうなんですね、それだけは言いたかったんですよね。なるほど。で、まあ時間もね、押してるんでちゃっちゃっと言ってますけど、そうですね。今年交流戦なんかもね、じゃあ結構出てましたよね。交流戦来ましたね、横浜にもこないで行きましたし、福岡、千葉、ですね、ぐらいでしたっけね。あれでしたっけ、3つですね。そうですね、あとそうですね、オールスターなんかも行くんですけど、やっぱり卓球団のチア見ると、うん、みんなやっぱ刺激を受けるもんなんですかね。刺激受けますよ。受けますか。私も受けまくりです。あ、先生も、うん、なるほど。やっぱりこう各チームの色というか出ると思います。ですよね、うん、
まあ、ダンスのジャンルっていうか、振り付けでも全然違いますからね。そうですね。でも他の球団のチアの担当の人に聞くと、やっぱりあのドラゴンズの振りがすごいっていうね、言ってくれる。お世辞かどうかわかんないですけど、言ってくれるんですよ。なんか嘘でも嬉しい話ですね、これ。嬉しいね。嘘じゃないですけど、僕も言われましたよ。ですね。はい。ディアーナさん、ね、言っちゃったですけどね、ディアーナさんにもね、振り付け誰がやってるんですかって聞かれて、ルーク先生が大体つけてますよ、ね。まあ、あのメンバーもね、一部つけるところもあるんですけど、うんうん、あのその編集者がいいですねっていうのを、モンスター、さっき踊りましたけど、あの振りも、あれ誰がつけたんですかってディアーナさんに聞かれましたよ。あ、そう。そう。そんなこともある。ね、厳しいですね。まあ、最後だけで喜ばしたね。まあ、でもね、これはお客さんが一番評価してくれることだと思いますね。まあ、そうですね。はい。内側だけで良かったって言ってもね、しょうがないですね、はい。まあ、そんなこんなでですね、Dステージも、今日でいよいよもうラスト、あともう最後にね、目いっぱい30分、あの4時15分からまた、ね、今のはもう触れるのでね、本当の本チャンス、そうですね、もうフルでやるんですけど、もうありとあらゆるチアドラの曲を全部出そうと思っているので、はい。まあ、教えてください。はい、まあ、ちょっと簡単で申し訳ないですが、最後にね、まあ、今シーズン最後になりましたけども、シーズンの公式戦としては、うん、じゃあお二人がですね、チアドラに向けて、まあ、メッセージでもいいですし、頑張ったらこういうとこは良かったらの、やっぱりこういうとこは物足りなかったらの、手出してもらいます。じゃあ、最初に水野さんから。これあのチアドラに向けてチアドラ誰もいないんですけど、あ、誰もいないんですか、きっと届きます、心に届きます。そんなバカなんまあでもあの私チアドラ、まあ、担当ね、あの去年までずっと別のものが、まあ、未熟話石黒を担当してまして、まあ、私が振り付けをやるでもない、まあ、あの何でもないわけですけども、とにかくお客さんにね、どうやったら楽しんでもらえるかっていうことを考えて、まあ、あの考えてるやる前になんか1年終わってしまったような気がするんですけども、とにかく楽しんでいただけたんじゃないかなと、まあ、これね、やっぱりドラゴンズ優勝絡んでたらまたちょっと違うと思うんですけども、そこはそことして、そういうダンスが好き、それからですね、こういうショーが好きという方には喜んでいただけたんじゃないかなというふうに思ってますので、でもこれで終わりではありません。まだこのオフもね、いろいろとイベントもありますし、来年も続きますから、チアドラゴンズはね、そこを期待していただいて、来年もぜひ見に来ていただきたいなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。はい、最初はね、ちょっと不安から入ったスタートだったんですけど、日を追うごとに皆さんの前で披露するごとに本当にすごく成長してるなっていうのがよく分かったので、私の理想とするチアドラに少し近づけたかなっていうのはが本当のところです。なんでよくやってくれた。そうですね、と思います。ね、でまたね、先ほど言いましたけどね、去年主力でやったメンバーがこそっと抜けた後ね、リーダーのゆうちゃん、まあ家族が来てると言いますけどねゆうちゃんよく頑張りましたよね。本当に頑張ってくれて、あ、今ね、家族って言ったら、あ、どうもお世話になっております。個人的に話します、はい、最初本当にリーダーできないってメールでもらったんですけど、やっぱりゆいは引っ張る力があると思ってたので、すごく本来も大変だったと思うんですけど、家族の支えもあって本当によくやってくれたと思います。というわけでね、チアドラのメンバー、この後また最後この D ステージ、このメンバーであるこの D ステージはラストですね。そうですね、ですね、僕らもしっかり身に焼き付けながら、うん、本当だしね、なんもそうですね、焼き付けてください、ね、そうですね、僕は音響やるの必死になってるんですけど皆さんもね、ぜひこの後の、ね、ステージもお楽しみいただこうと思いますので、ということでね、簡単でございますが、ね、はい、最後に一言、ええ、このチアドラゴンの影の立役者ということで、マネージャー、今年、仕事マネージャー、お、まあ、本当に支えてもらいまして、しっかりやってもらいまして、本当にもうあるんですよ、皆さんね、分からないところですごい動いてたんで、そこ後でね、ステージの感じがあるかなと思いますので、正式な拍手でね、お願いしたいと思います。また後でね、フィナーレでまたメンバーもちょっと紹介させて、いろいろ紹介させていただきますので、その時までさよならということで、このコーナーどうやって終わろうかなって今、仕事をグルグルしてるんで、強引に終わりましょう。はい、はい、ということで、この後のステージを